私、生まれも育ちも葛飾柴又です。帝釈天で産湯を使い、姓は車、名は虎次郎、火と呼んで風天の虎と発します。嫁にゃ行ける、わかっちゃいるんだよ。いつかお前の喜ぶような偉い兄貴になりたくて。努力の甲斐もなく、今日も涙の今日も涙の日が落ちる、日が落ちる。皆さんお願いします。ブラウザーバックしないでくださいね。というわけで、男はつらいよ主題歌、歌ってみたじゃないですよ、これマリオメーカーですからね。はい、やらせていただきました。というわけで、今日もくるくるクール、早速マリオメーカーを始めていきたいと思います。今日もお付き合いよろしくお願いします。草花さんの講師でしたね。男はつらいよ、はあ、すごいサムネでも、トラさんの足がしっかりあったの分かりましたか。皆さんもぜひ歌ってみた、やってみてください。もう一つ演奏系ですかね、クリスマスソング、マライア。さて、こちらの出来はどんな感じなんでしょうか。もう歌いませんよ、恥ずかしいからね。お邪魔します。皆さん、今サンタクロースいたの気づきましたか。シャンシャンシャンって音を鳴らしながら、チョロプートナカイがシャンタさんを引っ張っていきました。安定の女子力すげえ。よーし、草花さんクリスマスソング、マライアキャリーの、演奏系のコースですね、お送りさせていただきました。ありがとうございました。さて、演奏系のコースが2つ続いちゃったんで、次はアクション何かいきますかね。はい、お待たせいたしました。安定のスピードランやっていきたいと思います。みんなで楽しめる40秒スピードラン、楽しく遊ぼうよ。緑の違った黄緑ユッティさんっていう方ですね。クリア率 7.8%、 ベストタイムの所持者が今カーヤさん、タックマンさんのコースでよく見たことがあるような気がします。お見かけしますね。というわけで、まずは走ってスタートしてのカビキック、あ、赤コインがあった。赤コインを回収しての 1,2,3 かな、これでいいのかな。で、またバーニーに弾かれて、ここはこれでいいのかな。ルートがよくわからないけど、
ここはヒップドロップで落ちていく。ラニーに弾かれて、これでいいかな。ジグザグで登っていきますよ。おーい、どっちだどっちだ。オッケー、壁キックでしょ、壁キックでしょ、知ってるよ、壁キックでしょ。オッケー、一発クリアでしょ。来たこれ、やばい、俺天才じゃないかな。一発でスピランクリアしちゃいましたよ。最初は結構ハマったけど赤コイン取れなくて。みんなで楽しめる40秒スピードラン、楽しく遊ぼうよ。黄緑ユッティさん、クリアしました、ありがとうございました。はい、お待たせいたしました。次はベビさんのコースですね。なんだか2択でどんどん選んで進んでいくようなコースを作ったんでということで、ツイッターの方で教えていただきまして、はいはいはい、何かヒントはないのかな。ヒントなし。四角が2個でなんか目と口とあるような気がするけど、土管にとりあえず入っていきますか。ちょっと待った、ちょっと待った、何かヒントないと分かりません。このキノコのところ、何かヒントないよね。はい、扉を邪魔しまして、どういうことこれ。丸があって、その左下の部分が欠けてる。どういうこと。いや、さっき土管だったから違う、土管が外れだったから、今度は誰でしょう。土管入りますよ。おお、なんでだかよくわかんないけど、何これ、ヒゲ。やっ、あ、マリオのヒゲをこうやって見立てると、マリオが右手上げてますよね。右手っぽいのはなんとなく、あれ、左手上げてますよ。あ、どっちだよ、わからないよ。扉、お、当たった。はい、だから何っていう感じなんだけど、扉、なんでなんでなんで、ルールがわからない。なんでなんで、これわかる人いたらぜひコメントください。はいはいはい、次パーパーマリオ123。土管入っちゃったけど外れー。パーパー、いや、パーパーやってる場合じゃないんですけど。なんで。今度は手裏剣みたいなのが、大きいのと小さいのありますけど。じゃあ今度は扉じゃない、土管。外れどれだけ運悪いんでしょう。あ、間違えた。扉にお邪魔いたしますよ。いや、ゴールはしたんですけれど、謎解きのルールがよくわからなかった。どういうことだったのか、わかる方いたらぜひ教えてください。よろしくお願いします。今日もご視聴ありがとうございました。ゆっくりと楽しんでいただけたら幸いです。もしよろしければ、またゆっくりしに来てくださいね。チャンネル登録と高評価をいただけると、尻尾を振って喜びます。
これからも皆様に楽しんでいただけるよう、うぷ主も私たちも頑張ります。それでは、またお会いしましょう。明日も、楽しい一日が、きっとやってくる。